皆さんおはようございます。ヨッシーです。今日もびっくりマンワンダーコレクションやっていきたいと思います。皆さん今日もよろしくお願いします。ということで本日の動画なんですが、今日は皆さんにおすすめキャラの紹介をしていきたいと思います。まあみんなもう持ってるかもしれないんだけど、まあよかったらね最後まで見ていってください。はい、ということでやっていきましょう。はい、ということで本日紹介するキャラクターはこちら、アリババさんです。ということで結構皆さん手に入れてらっしゃるみたいですね。やっぱりピックアップガチャなので手に入りやすいですよね。うん、だけど僕のガチャを見てもらったと思うんですが、ピックアップって一体何ですかって感じですよね。はい、でも皆さんは多分当たってらっしゃると思うでプラスシャーマンカーンも出てないんで、シャーマンカーン手に入れたいです。はい、持ってる皆さん羨ましい、本当に。でモサの方々もね本当にありがとうございます。はい、ということでやっていきましょう。このアリババなんですが非常にね強力なキャラクターなので、まあ、ぜひねピックアップ中に引いてみてはいかがでしょうかという感じです。ではねこのアリババの徹底解説やっていきたいと思います。まず、貴族性のキャラクターです。で前衛のキャラクターになってます。で貴族性の前衛の星さんっていうのが今までいなかったのでやっと来てくれたって感じ。うん、でこの前衛のキャラクターなんですが意外と個性的です。まあどう個性的なのかっていうのもねお話ししていきます。はい、ということでまずリーダースキル見ていってください。貴族性キャラの最大 HP を 10% 上昇し、余ダメージを 10% 上昇するという効果になっております。これ使いやすいね、めちゃめちゃ。うん、なのでリーダースキルの運用も、まあ、全然ありじゃないかなと思う。結構この最大体力を上げてくれるのと余ダメージを上げてくれるっていうのは使いやすいので、まあリーダーでの運用も僕的には全然使いやすいんじゃないかなと思っております。はい、ということでスキルの方を見ていきましょう。まず1つ目、こちら、52秒間パーティーへの単体攻撃を引き受け、前衛の火ダメージを 20% 軽減するという能力になっております。これも強いよね。うん、単純に味方の攻撃を、このアリババちゃんが受けてくれると、プラス、自分のダメージを軽減するということですね。まあ、大体前衛のキャラクターっていうのはこのように味方の攻撃を引き受けてくれるっていうのが多いです。なのでまあどちらかというとタンクの役割っていうことを覚えておいてください。はい、でお次なんですがこちら、20秒間パーティーの貴族性の余ダメージを 13% 上昇する、敵1体に威力 260% の貴族性攻撃を1回行うということになっております。これまためちゃくちゃ強い。なぜかというとこのパーティーの貴族性の余ダメージの上昇バフをかけてくれます。プラス敵への攻撃もしてくれるということで、やっぱりねバフをかけれるキャラクターっていうのはかなり貴重でかなり強いです。なのでアリババっちゅうのはめちゃめちゃ強いんです。それでは最後のスキルがこちら、敵1体に威力 130% の貴族性攻撃を1回行い、与えたダメージの 10% を吸収すると。で回復上限があります。最大 HP の 6.5% までしか回復はできません。はい、ですがこれ見てもらったら分かるんですが、自分が攻撃して要はドレインするっていう感じです。自分の HP を回復するっていうことです。このスキルっていうのがこのタンクにとってめちゃめちゃ相性がいいですよね。つまり味方の攻撃を受けるで自分の体力は減りますが、このスキルで相手を攻撃して HP を回復するっていう流れができるんで、まあ、非常にこのバランスの取れたいいキャラクターなんでございます。ただまあこのスキルを見る限りですね、割とこのアリババっていうのは攻撃に寄ってます。どちらかというと、まあ他の前衛で言うとね割と守りに振ってるキャラクターっていうのが多いんですよ。ですがこのアリババっていうキャラは割と攻撃面に特化した能力を持ってます。
でもちゃんとしたタンクの役割っていうのもできます。はい、なのでそこら辺の使い分けっていうのも大事になってきます。つまりね、このアリババっていうのは、まあどちらかというと今のさ、ダメージチャレンジとかあるじゃん、ああいうクエストにめちゃくちゃ向いてます。はい、まあそういうキャラクターです。ちょっと熱く語っちゃった。うん、アリババが嬉しすぎてちょっと熱く語りすぎてしまった。ということで最後にね、奥義見ていきましょう。はい、ということで奥義がこちらになっております。15秒間敵全体の余ダメージを 26% 低下させ、敵全体に威力 675% の貴族性攻撃を1回行い、与えたダメージの 5% を吸収する。これも回復上限があって最大 HP の 20% ということになっております。これもね、結構攻めてますよね。うん、で、まずですね、余ダメージを下げてくれるっていうのかなり強い。うん、これもまずかなり強い。プラス、相手全体への攻撃もできるということですね。これもね、前衛では珍しい。うん、こういう風に攻撃できる前衛っていうのもなかなか珍しいので、かなり攻撃的な前衛です。なのでダメージチャレンジ本当に向いているって感じ。なのでこのアリババっていうキャラクターね、引いてもね、マジで損がないです。うん、絶対に使いどころのあるキャラクターになってるんで、もしねアリババどうかなって思ってらっしゃる方いたらね、まあこんな感じのキャラクターなんで、ぜひ、使ってみてください。すいません、ちょっと脱線しますが、まあ貴族性キャラクターの前衛のキャラクターでちょっと比較してみましょう。こちらのスキルをご覧ください。はい、39秒間パーティーへの単体攻撃を引き受けると。この引き受けるっていうのは一緒ですよね。うん、で次ですね、25秒間パーティーの行動間隔を 13% 短縮するということで、まあ、このようにね、攻撃あんまりしないんですよ。どちらかというとサポートするような感じなのが前衛なんです。で、こちらの奥義もご覧ください。20秒間味方全体の被ダメージを 25% 軽減するという、こういう能力ね、前衛っていうのはこういう能力が多いです。どちらかというと攻めるんじゃなく守る系の奥義だったりスキルを持ってますっていうのが、まあ、アリババっていうキャラクターですね。皆さんどうでしょうか、引きたくなりましたか。はい、引きたくなったらぜひ引いてください。ただね、ピックアップガチャをあんまり信じちゃいけないよ。まあヨッシーだけかもしれんけどね。ということで、まあこのアリババの強さをね、ぜひ皆さんに見ていただきましょう。はい、ということで実際にアリババの強さをね、皆さん見ていってください。まあどういったキャラクターなのか、どういった強みを持っているかっていう感じです。うん、でこちらの奥義がかなり特徴的、いきます。はい、こちらが奥義です。めちゃめちゃかっこいいんですよ。シューンといってプスーンと刺すんですけど、まあ、これに攻撃して相手の攻撃力も下げてくれるというね、かなり便利な、技を持ってます。うん、かなり強いです。で前衛なんですが、かなりですね攻撃寄りの、キャラクターになってるんで、まあ、ダメージを稼ぎたい時とかにかなりおすすめ。うん、まあそんな感じのキャラクターで、さらに耐久力も高いのでそこもまた売りかな。うん、なんでぜひね、攻撃的な貴族性パーティーを組みたい時はね、このアリババを引きに行ってみてはいかがでしょうか。なかなか出ないけれども、なかなかじゃない、全然出ないけれども、はい、でもね、かなり強力なキャラクターになってるんで、ぜひ使ってみてください。最後にこれでフェニックスやっちまえ、倒せなかった。はい、ということでアリババの解説は以上になっております。ちょっとねガチャ引きたいんで、皆さん付き合ってもらってもいいですか。このシャーマン缶ガチャをリベンジしたいんですよ。あと20連引けるんで、皆さん頼む、見てってくれ。行くぞ、覚悟の20連だ。行きます、来いよシャーマン缶、シャーマン缶待ってるぞ。2枚しか来てないんだけど。いやでもこの2枚で引くのがヨッシーなんです。皆さん見ててくれ、この2枚で引きます。せーのが、はい、チーン。ということでラスト10連いきたいと思います。いやこれはね、出ます。なんかそのような気がする、出る気がするもん。また2枚、嘘だろ、また2枚は嘘だろ。あ、いやでもね、見せましょう皆さん、これがヨッシーの
神ガチャだ。せーのがチーン。はい、ということでね、まあ僕のゲームデータの中にはシャーマンカーンは入ってないんでしょうね。うん、まあ仕方ない。ということでチョコでも食っていこうぜ。はい、ということで皆さん、ここまで見ていただき誠にありがとうございます。で、ビックリマンチョコがなかったんですよ。なので今日はですね、こちらスパイファミリーマンチョコを食べていきたいと思います。まあヨッシーですね、スパイファミリー見たことないので、まあ何が当たったかもよくわかりません。うん、ですが、まあこのチョコレートは美味しいので食べていきたいんですよ。で、このスパイファミリー知ってる方はどんなキャラか教えてください。はい、っていうかアニメ面白いのかな。うん、マジで見たことないんだけど。ということで開封していきたいと思います。はい、ということで今日もね、このようにまず紙を取っていきます。さようなら。もうね、だいぶ開けるのも上手くなったと思います、割と。ということでまずはシール開封の儀を取り行いたいと思います。今日は何が出たのかな。いきます。もう見ない。じゃらーん。全然見えない。ちょっと待って、見ていきます。おお、え、やばいやばい、ちょっと待って、これはもうマジで、これマジやばいんじゃない。これ見て見て見て、これこれ見て、アーニャとゼウス。ちょっとね、グリーンバックのせいでね、なんかゼウスがハゲてるように見えるかもしれないけど、これやばくない、これ。ちょっと待ってね、わかんないから読むね。アーニャ、ボンド、ブラックゼウスだって。え、これは当たりじゃない、割と。え、めっちゃテンション上がった。いや、シール集めって楽しいね。すごい楽しい。ということでチョコレート食べていきますね。ということで食べていきます。なんかね、気のせいかもしれないけど割りやすかった。いただきます。めっちゃうまい、最高だ。うん、やっぱり中身のチョコっていうのは変わらないね。うん、でもめっちゃうまい。皆さんもね、ぜひこの動画を見ながら一緒に食べましょう。うん、で、結構ビックリマン同世代の方いらっしゃるんだね。うん、その方々もね、こうやって見ていただいて、皆さんもぜひね、このチョコレート買って一緒に食べましょう。美味しいよ。ということで、これが最後の一口です。皆さん食べていきます。最後の一口いただきます。あ、ちなみにね、今日のお供はね、青汁。グリーンバックで透けてるけど青汁ね。うん、毎日一杯の青汁。うん、これが今日のお供でした。はい、ということで今日のシールはこちらでした。マジで当たりな気がするんだけど、どうなんだろうな。うん、はい、ということで本日もここまで見ていただき誠にありがとうございました。皆さんの貴重な時間をありがとうございます。ということで、また次回お会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。